ペレスベートは、ロシア連邦の大型揚陸艦である。艦名は、クリコボの戦いにおける、ロシアの英雄、アレクサンドル・ペレスベートにちなんだもので、歴代のロシア艦艇に使用された由緒ある、艦名である。アレクサンドル・ペレスベートは、モスクワ大公国の保護下にあったイタリ生産者制、セルギー大修道院の修道士で、1380年に、 大公ドミートリー・ドンスコイがママへ汗引き入る、ジョチュルスの軍勢と対峙した際、ロジオン・オスラービアと共に、モスクワ軍に参加、タタールの首機からの解放の契機となった、この戦いにおいて大きなる武功を挙げた。ロシアでは、伝統的に、ペレスベートとオスラービアの名を艦船名に用いており、大型揚陸艦ペレスベートの姉妹艦も、オスラービアと命名されている。歴代の艦の中では、 共に日露戦争に参加した戦艦の名として知られている。ペレスベートはポーランド人民共和国で開発されたロプチャ通級揚陸艦の2番艦 BDK-11 としてグダニスクのベステルプラッテの英雄記念北造戦所で建造された。工場番号はナン、no. バー775-27であった。これは775号計画で建造された間の うち、通算で27隻目に当たることを意味している。1991年4月10日に竣工すると、ソ連海軍に引き渡され、太平洋艦隊に配備された。しかし、その年末にはソ連が崩壊し、BDK-11 も所属を、ロシア海軍に移すこととなった。2006年3月27日、アメリカ海軍の港安巡指定の先導を受け、 グアムに寄港するペレスベイとその後も、心臓艦である BDK-11 は、比較的活発に運用されている。国内では、宴会集からカムチャツカ方面への物資輸送に利用されており、この他海外への訪問も多く実施されている。軍事演習、空海共同訓練の一環として、2004年8月30日には、日本の広島県呉市を訪問し、 9月4日には海上自衛隊との共同訓練を行った。同様に2005年9月には中華人民共和国の沈島に寄港している。2006年2月17日には艦名はペレスベートと改めた。なお、両艦のロップウチャ IQ 用陸艦 BDK101 も同時にオスレアビアに艦名を改めている。この年6月には太平洋における ロシア艦隊275周年記念公開を実施しており、サハリン州などの各地をめぐっている。この公開では、第二次世界大戦中に潜没した潜水艦 L-19 や M-43、M-63、S-117、日露戦争で潜没した巡洋艦のビークの沈没地点を巡礼した。さらに、8月には、 太平洋艦隊の海軍記念パレードに参加している。2008年11月15日には、ソブレメンヌイ級駆逐艦、ビストリート、オスラビアと共に、宗谷三沖 130km を航行するのを、海上自衛隊の夕張型護衛艦、夕別が確認した。日本近海のロシア、中国感染情報2008年の動向、世界の感染通艦730回認者、 P164 ありがとうございます。